ずはダボちゃん。おっしゃあ、鮎釣れた、やった鮎12、3センチかな、鮎。おでかい、やった。おお、なんか鮎が爆釣モードだ。全然今まで釣れなかったのに、やった。よし、すごいね、このお腹見て、このお腹ダボちゃんでしたな。よっしゃ、なんかずいぶん終わりで食うな。あゆ、
かな。食ったかな。お、食った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 ぞ。今度は食い込ませようか。よし、食ったぞ。よっしゃ、おうわ、ああいうの泳がせ一発よし、おお、よっしゃー、はい、泳がせてチヌゲット。おし、でかよっしゃー、いいとこかかってるわ。ふぅ、アユを泳がせてこのでっかいチヌゲットしました。よく引いた。ここで46か、46、6センチのクロダイでした。
うん、うん、顎が外れそう。やっぱり白身の魚とフライはよく合いますね。もう全然臭くなくって、ふわふわでカリッカリでとってもうまかったです。ということで今回は清流で鮎を釣って、その鮎を泳がせて、それでチヌを釣って、でそのチヌをチヌバーガーにして食べてみました。皆さんもチヌ釣ったらやってみてください。それではまた。まだまだ暴れるで。うわ、うわ、おお、深い深い。うわ、まだ走るか。うわわわ、あったったった。よし、よっしゃ、オッケー。48か。さっきよりも2センチ大きくなった。48。